皆さんこんにちは、ひらたつ TV のひらたつです。この動画では9月7日土曜日の中山6レース3歳1勝クラスのダート 1200m の予想をしていきます。荒れやすい条件の揃う中山開催がやっと始まりましたので、早速今週はダート 1200m の条件から予想していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速予想に行くんですけれども、まず各馬のですね、評価を話す前に、基本的なところとして押さえておきたいのが、まずこのダート 1200m のレース、一番人気が副賞に来る確率っていうのはだいたいこれまでのデータでいくと 56.3% ぐらいなので、結構低い条件になっているというのがまず一つで、その上で6番人気以下、という基準を僕は設けてますけれども、人気数が馬券に絡む荒れるレースはどのぐらいあるのかというところに関しては、過去3年のデータでいくと 68% ぐらいということで、そこまで超高いというわけではないですけれども、ある程度、しっかりと人気数が絡んでくる条件であると言えると思います。札幌とかはね、本当に 75% とか 82% とかね、6番人気以下が絡む条件ありましたけれど、そこまではいかないですけれども、このダート 1200m しっかり人気数絡んできますし、特に特徴として2桁人気の馬も結構突っ込んできたりとか、意外と県内残してきたりみたいなことがあるので、そういったところも踏まえた上で各馬見ていきます。でその上で今回本命迷ったんですけれども、僕はサベージラブという馬にしました。札幌のダート1000からの距離延長ということで若干買いづらい部分もあるんですけれども、上位3頭迷ってね、しっかりとレース映像を見た上で、この馬が一番今回来る確率高いかなと思ったというところですね。前走は札幌のダート 1000m で先行策に打って出たところ馬が一変しました。それまで全然いい成績を残していなかった馬だったんですけれども、逃げたそのままの勢いでですね、直線に入っていって押し切ったという形、確か最低人気での勝利だったのかもしれないですね。でかなり優秀な勝ち時計でも勝利はしてます。1000m で 58.3 秒ですから、かなり優秀、な勝ち時計でした。さらにレース内容を見てもですね、コーナーは持ったまま、結局回ってきまして、直線も最後は、余力を感じさせるような走りでしたので、これからまだ、伸びしろはあるかなというふうに個人的には思ってます。で懸念はスタート後の行き足でですね、決して前走も逃げてそのまま押し切ったレースだったんですけれども、意外と楽に先行できたわけではなかったんですよね。なので今回、内枠に入ったのでいきなり外からね、出足の良かった馬にかぶせられてみたいな形の展開不利を受けると、馬券外に飛んでしまいそうな感じもするんですが、鞍上の小林翔太騎手はまだ軽量ですし、かつ先行意識、特にこういったダートの短距離のレースだと強い騎手ですから、しっかりとその、しっかり前に出していくという意識は持っていると思います。なのでスタート後この馬の行き足しっかりしてくれればですね、甲につけてくれれば、しっかり構想してくれると期待していますので、まずはこの馬本命としてます。次に対抗評価が6番のカルネバーレという馬ですね。この馬は、中山のダート1200は初の出走になります。これまで東京のダートを多く使ってきていて、その中でもですね、東京っぽいレースばかりではなくて、特に前走になるんですけれども、しっかりとハイペースのレースを経験してある程度結果を残してきているのは強みだなというふうに感じましたので、その地力を評価して2番手としてます。その前走のレース、どのようなレースだったかというとですね、ダート 1400m の東京だったんですけれども、 3,4 コーナーでもですね、ペースが落ちないで 11.6 秒、そして 12.2 秒というようなペースが続いていくようなタイトな流れの中で長い直線に入っていくレースでした。実際にラスト1ハロンはですね、レース全体のラップタイムが 13.5 秒という形で、東京にしてはかなり珍しい。東京は最後の1ハロンまで加速ラップで終えるなんてこともよくある競馬場ですから、そういったところを考えるとですね、結構、厳しいレース展開だったというところで、その中でこのカルネバーレは先行して、上位に残したわけです。6着に敗れましたけれども、勝ち馬からは、0.6 秒差というところまで粘りましたし、今回距離短縮で、タフな中山のスプリントになってもですね、そのあたり自力で、しっかりやってくれるのかなというふうに思ってますので、この馬を対抗評価としてます。
ここで一旦馬券の買い方の話になるんですけど、今回に関してはちょっと軸を決めるのが難しかったので、3連複ではなくてですね、今話した2頭の、2頭軸としてウマレントワイドを買いたいなと思ってます。まあ、やはり荒れやすい条件で、かつ、2桁人気も含む人気物の馬が、突っ込んできやすい条件ですから、紐は広めに取りたいんですよというふうに考えると、まあ、軸はなるべく絞って、まあ、ちょっと今回1点はさすがに厳しそうだったので、まあ、軸は2頭の馬に絞ってですね、まあ、そこから5頭、ここから話す馬たちにですね、紐として広げてウマレントワイドを買いたいなというふうに思ってます。まず、その相手の馬の中から1頭、まあ、ピックアップして話しますと、7番のエスグラシアという馬になりますね。今9番人気の馬ですが期待してます。前走は札幌のダート 1000m に出走しまして、11着と大敗しました。まあ、しかしながらそのレースは昨年の10月以来のですね、約10ヶ月ぶりぐらいのレースだったわけで、馬体重もプラス12キロで出てきていました。なので前走はね、叩き休養明けの1戦目ということで度外視可能だと思ってます。で、3走前に目を向けますと、中山のダート 1200m の両馬場でこの馬走ってまして、競泳カンフの3着という形で好走してね、 0.2 秒差の3着でしっかり馬券内に好走してきているという実績があります。まあ、まだ5歳馬なので、まあ、ダートの馬はね、結構年を取ってもまだ結構やれるというところありますから、しっかりと実績のある馬というのをですね、金走の成績だけで評価を落とさずに、今回も、しっかり見てですね、紐として、このエスグラシアは入れたいかなというふうに思ってます。で、同じような理由で入れているのがこの11番のイルザという馬ですね。この馬も、今年の、まあ、4月ぐらいかなになりますけれども、中山のレース出て、まあ、そこそこの走破時計でね、しっかり走れているというのがありますし、過去には中山のダート 1200m で全然馬券内に来たりとかっていうのもある馬です。で、それ以外の3頭、ヨッコさん、レグザゴン、ステラベルデの3頭については、まだ以前の成績から伸びしろがある3歳馬、というところで、まあ、過去の傾向を見てもですね、この時期の中山のダート 1200m っていうのは結構3歳馬の構想が目立つっていうのがありますので、まあ、人気薄も含めて過去しっかりと他の競馬場も含めてね、いい走破タイムで走れていて、かつ、成長分もありそうな3頭っていうのを相手として、入れたいなというので、ここには入れてます。で、最後に人気馬の一角になっておりますオーブルクールについて話したいんですけど、まあ、この馬も軸の中に、ね、入れるかどうか結構迷ったんです。まあ、3連複最初買おうかなとかも考えてたので、3連複フォーメーションの2列目に入れるかとか、そういうところも検討したんですけれども、まあ、結果的にはそこで買えるほどですね、信頼度高くないなというふうな判断になりましたので、今回は買わないことにします。まあ、この馬前走新潟のダート 1200m の未勝利戦で1着だった馬です。先行して無難に押し切ったような競馬でしたね。で、2着だったバルサミコっていう馬がいまして、その馬に 0.7 秒差つけてこのオーブルクールは勝ったんですけど、まあ、そのバルサミコっていう馬も次走未勝利のレースを勝ち上がっていますから、まあ、相手も弱くはなかったと思います。で、さらにこの勝った時の、ね、勝ち時計、1分11秒8と、だいたい1勝クラスの新潟競馬場のレースの勝ち時計が全然1分11秒9とか、そういう1分12秒台の時もありますから、そういったことを考えると、まあ、優秀であったと言えると思います。しかしながらですね、レースを見ると、まあ、抜け出した後 0.7 秒差ね、後ろにつけているとはいえ、結構最後流す感じではなくて、最後まで無知を入れて全力で追ってる感じがあったんですよね。まあ、ですから、この 11.8、1分11秒8の時計がですね、まあ、結構余力があってのものというよりは、力を出し切ってのこの結果なのかなっていうふうに個人的には捉えました。で、今回人気もしていますし、期待値は低いです。ウマレンやワイドで買うとなるとですね、オッズあまりつかないです。で、今回3連複ではないので、最悪このオーブルクール来ても、まあ、大丈夫な馬券の形にはなっているので、まあ、あえて相手に入れることはせずですね、今回は見送ろうかなというふうに思ってます。ということでまとめると、まあ、最初に話しましたサベージラブとカルネバーレの2頭軸というところから、次に話しましたですね、スグラシア、イルザ等を含む5頭の馬に流すという形でウマレントワイドを買いたいかなというふうに思ってます。これで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。
この動画の他にも、今日のメインレースシオンステークスの、前頭単票の動画ですとか予想の動画っていうのも出しておりますし、またあの平場予想の動画もね、時間があれば、追加しようかと思っておりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。